今はとにかく監督として頑張りたい、サッカーをするだけじゃなくて社会課題を解決していきましょう、サッカー選手これだけいてみんながサッカー選手みんなが力を合わせたら日本でもその本当に経済的にサッカーできないとか家庭の環境でどうしてもサッカーしたくてもできないみたいな子供はゼロになるでしょう。こんにちは、川内一馬です。監督として今活動されてると思うんですけど、うん、まあ、その他にブランディングの責任者だったりとか、まあ、ラブフットボールとか今回の出席出版みたいなとかあると思うんですけど、うん、普段そもそも1日どんな生活してるんですか？僕の場合は監督業で言うと去年は、平日が週に2回練習で土曜日と日曜日っていう形だったんでピッチに立ってる時間はやっぱり少ないんですよね。で今年からはそれが週5日間になるので月曜日と火曜日以外は基本的に夜あるいは午前中にピッチに立ってるっていうことだからそれに対する準備とか、プランニングっていうものが、まあ監督業としては一つ大きなウェイトを占めるかなという感じで、プラスして今の時期であれば選手のチーム編成というか補強をしているので新しい選手たちと面談をしたりとか新しい選手たちを探しに行ったりとかそういったリクルーティング的なところもしているしコーチたちが新しくなるのでそのコーチたちとどういうふうにプロセスを踏んでいくのかみたいなこうミーティングを重ねたりとかメディカル関連の環境を整えたりとか、まあ本当監督としての仕事はいろいろあるかなっていう感じ。書籍とかラブフットボールみたいなことっていうのは合間合間に時間見つけてやってる感じ？俺の場合はどっちかっていうと朝やってるっていう感じかな。その自分の鎌倉インテル以外の仕事は朝にやってる。朝何時に起きてるんですか？6時とかかな基本的には。じゃあ6時とかに起きて8時ぐらいまでをそういう自分の監督以外の活動を、そういう感じ。そこで文章書いたりとか自分のことは朝にやってるっていう感じかな。ラブフットボールの活動についてちょっと教えてもらってもいいですか？もともとラブフットボールっていうものに出会ったのはそれこそ、多分20歳とかの時で一方的になんか多分 Facebook かなんかで多分見つけたんだけどラブフットボールっていうものがありでラブフットボールジャパンっていう日本の支部があるっていうことは知っててずっと追っかけてたんだけどなんかのきっかけでその今のラブフットボールジャパンの加藤さんって代表の方と出会い海外に俺が旅をしに行く前に加藤さんと食事してその時はボランティアで関わるみたいなの全く思ってなかったんだけど海外行って荷物全部盗まれて帰ってきました。でそのタイミングでちょうどラブフットボールジャパンが新しいボランティアを募集しますみたいなことを言っていてでその説明会をするんでみたいなことがあったからじゃあ僕行きますって言って行って説明を聞いてこっからちょっと僕もまた新しく日本でその時まだ仕事も決まってなかったからやんなきゃいけないんだけど何かしらの形でボランティアで関わらせてもらえませんかって言ったのがだから23歳とか4歳の時、当時はもう加藤さんだけだったから僕プラス1人で2人でラブットボールジャパンっていうものを運営というかやってて当時はまだ法人化してなかったから加藤さんもセーブ・ザ・チルドレンっていう別のそういう NPO で NGO から働いててでラブットボジャパンっていうプロジェクトをやってたっていう感じ。今主にどういう活動をしてるんですか？そもそもラブフットボールって団体が、アメリカが本部の団体で基本的には、まあ、社会問題を抱えている、まあ、貧困地域とか南米とかねそういった地域にグラウンド作りっていうものを通じてその町にあるいろんな社会問題社会課題を解決していきましょうっていう団体なんだけど要は自分たちがグラウンド作ってはいどうぞ安全にサッカーできますねじゃなくて現地の NPO と組んで現地の人たちと一緒にグラウンドを作っていってでそれを通してサッカーをするだけじゃなくて社会課題を解決していきましょうってやってるプロジェクトなんだけどそこの日本支部を加藤さんが作って当時は基本的にはラブフットボールの活動をラブフットボールジャパンとして支えるっていうことが目的だったから例えば日本でラブフットボールの活動を広げたりとかそれこそファンディングしたりとかお金を集めたりとかそういったことを当時はしてたんだけど数年前にラブフットボールジャパンっていうものを法人化してラブフットボールジャパン単体として日本国内の支援事業とかそういったこともまあコロナも一つのきっかけだったんだけど始めたっていう感じ。 1% フットボールはサッカー愛を次世代につなぐっていうテーマでやって
ているんだけど、ラブフットボールジャパンを運用していく中でやっぱりその課題感としては、日本の国内の中に声が届かないっていう課題感がずっとあって、そう考えるとやっぱりプロサッカー選手と一緒に何かプロジェクトをするっていうことが最も適切でかつやるべきことなんじゃないかっていう議論をずっとしてて、富樫啓真選手っていうあの選手がいると思うんだけど、その選手が一般の人としてラブットボールジャパンのマンスリーサポーターに応募してくれたので、こっちから連絡をさせてもらって、何か一緒にできませんかってところから、富樫くんとポッドキャストをしたりとか、なんかこういろいろやっていく中で、じゃあサッカー選手を中心にしたコミュニティってものを作ったらどうかっていう話になって、そこから 1% フットボールクラブっていうものを作ってたっていう感じですね。コモンゴールっていう海外の、もともとマンチェスターユナイテッドとかにいたファンマタっていう選手がいるんだけど、その選手がコモンゴールっていう団体を作ってて、そこの参考にさせてもらって、そこも要はコモンゴールっていうコミュニティに選手とか監督とかがこう加盟すると年俸の 1% とか給料の 1% 寄付しますよっていう団体なんだけど、僕らもそれを参考にさせてもらってるんだけど、 1% フットボールクラブの場合は必ずしも年俸の 1% とか、月給の 1% とか何々の 1% っていうのは決めてなくて、とにかく何かしらの形で継続的に選手に寄付をしてもらいながら、寄付だけじゃなくて何か一緒にコミュニティを作っていきましょうっていうような活動をしてるって感じかな。去年であれば、子供たちと伴走プログラムっていう形でオンラインで毎月1回2回ぐらい子供たちと選手たちと一緒に喋って目標を共有したりとか、こういうこと頑張りたいみたいなのをこうやってたっていうのはあるね。それ子供たちとってやばいっすよね。やばいよ。もうだって家永選手とか小林優選手とか、まあ、ケイマン選手もそうだし、そういったプロサッカー選手たちと一緒に喋って、もう本当にいい人たちなの、やっぱりみんな、その選手たちが。で、子供たちと一緒に会話しながらやったっていうのを去年やったかな。サッカーに携わっている人とか、サッカーが好きな人とかっていう思いがちゃんとその子供たちにいろんな形で伝わっていけばいいなと思っていて、それこそケイマ選手がよく言ってたのは、サッカー選手これだけいて、みんながサッカー選手みんなが力を合わせたら、日本でもその本当に経済的にサッカーできないとか、家庭の環境でどうしてもサッカーしたくてもできないみたいな子供はゼロになるでしょうというふうなことを言っていて、なんか僕らももちろん難しいかもしれないけど、でもまずそういう子供たちが日本にもいるんだよってことをちゃんと日本の中で伝えて、でその子どもたちを少しでもこうサポートして、サッカーがしたくてもできない子どもたちがどん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 減っていけばいいなっていうのは思ってるかな。 1% フットボールクラブとしてラブフットボールジャパンと要は協力をして国内支援事業っていうものをやってるんだけど、要は奨学金だよね。サッカーがしたくてもなかなか経済的な理由でできない子どもとか、そういった子たちに情報を届けて、いくら支援できます、用具の支援、新しい、サッカーができる用具を子どもたちに送ってあげたりとか、あとはプロサッカー選手とオンラインセッションとか、なんかそういうサポートの仕方いろいろあるんだけど、そういう子どもたちをサポートしたいっていう、まあ、国内支援事業っていうのをやってて、それは当然その子どもたちにメッセージを届けたいんだけど、やっぱ親御さんを通さなきゃいけないから、やっぱりこういろんな難しさがある。やってみると変な話、嘘をつくような人がいたりとか、お金が欲しくてとか、本当にその子供たちの思いが伝わってない場合とか、いろんなケースがあるから、一筋縄にはいかないし、まあ、責任感のあることをやってるなとはすごい思ってる。カズマさん自身のインテルとしてではなく、今後のキャリア展望っていうのは何かありますか？僕の中で一番大きな思いとしては、監督という職業で行けるとこまで行きたいというか、大きな舞台に立ちたいっていうのはずっと思ってるので、そのために努力をしてプロセスを踏んでいくっていうところは間違いないんですけど、ただなんか僕も5年後にこうしたいとか10年後にこうしたいとか、こういう夢があるみたいなタイプではないので、なんかその時その時にやりたいことをやっているっていうタイプだったりするから、10年後何してるかって言われてあんまりわからないんですけど、今はとにかく監督として頑張りたいという思いが一番強いですかね。すごくマニアックな内容かなと思うんですけど、サッカーってなんだっけっていうところを考えつくと、スポーツをカテゴライズして、そのカテゴリーの中でサッカーはどこに当たり、でも僕らはもしかしたらこのカテゴライズを間違ってるんじゃないかっていう
問題定義から始まるんですけど、じゃあサッカーって本来こういう問題ねとか、こういうふうに捉えなきゃいけないねとか、こういうふうに間違えて捉えてるか、こういうサッカー日本サッカー問題が起きてるねとか、そういったことをこう中心に書いてる本かな。だからそれを中心にサッカーのそういう競技面のところにも言及してるし、それこそビジュアルのかっこいいとかダサいとか、そういうところもちょっと触れてたりするし、サッカーをする上で人間の感情はどうあるべきかとか、精神的な状態どうあるべきかとか、そういった変な話をひたすら書いてるんで、クロート好みのはい、売れないと思います。今回この映像を見てくださった方の中から1名ですかね、いらないと思うんですけど、サイン付きで本を差し上げますんで、ぜひ応募してください。